不動産業界で転職するなら宅建ジョブエージェント。宅建を活かせる求人や宅建なしで応募できる人気求人をご紹介。無料面談も実施中。よろしくお願いします。ゲリラ配信始まりました。よろしくお願いします。はい、聞こえてますでしょうか。はい、ですね、今京都です。これ京都におりますね。京都に、はい、ですね、聞こえてるのかなこれ。はい、これちょっと見えるかな。これ外が今、これ川流れてるんですけど、これ見えないかな。これ反射しちゃって、外川流れてるんですけど、これが白川っていう川で、これがもうちょっと下流に行くと鴨川につながります。もうすぐか、だ祇園まで歩いて10分ぐらいのところですけどね。はい、よいしょ、という感じですね。はい、ちなみに今日の動画で静波海岸の動画多分見てくださった方いらっしゃるかと思うんですけど、ホテルをねチェックアウトするときに後ろからすごい声かけられまして、本当ご年配のマダムの方に声かけていただいて、もうすごい興奮されてらっしゃってて、もしかしてって言ってくださって、いや実は息子さんがですね、宅建去年 YouTube 見まくって合格したんですって言って、もうなんか3世代でなんかそこのホテル泊まりきてたんですけど、記念撮影一緒に撮りまして、はい、すごい喜んでくれて、私も嬉しかったですね。合格できたということでね。はい、だからその合格したっていう息子さんにすでにもう、子供お子さんがいらっしゃるっていうね、そういうそのお子さんを抱っこした状態で多分写真を撮った。結構あるんですよ、声かけてくださること。だから前もちょっと動画で話したかもしれませんけど、ディズニーランドとかね、結構レジャー施設系で私結構声かけられることは多いです。非常に宅建合格ラジオ。今いる場所が京都のね東山ってとこですね。はい、非常にいい場所でございます。清水寺まで行きましたね。清水寺と二条城とかね、二条城のプロジェクションマッピングをやってるんですけど、その辺も全部今見てきて、だいぶ足が疲れてる状態ですけど、ということでちょっと始めていきますね。一応ちょっと台本はありますので、皆さんからねたくさんコメントいただいたので、それちょっと今日はお答えしていきたいなと思いますので、早速始めたいと思います。よろしくお願いします。宅建合格ラジオでございますね。はい、二条城ね、世界遺産ですよ。よかったです本当に。イルミネーションね、だってなんか今縁日やってるんですよね、二条城の中で。そう、よかったです。はい、昨日は長島スパーランドのアウトレット経由で京都入りしまして、めっちゃ暑かったです。人もすごい、すごかったですね。長島スパーランドアウトレット人だらけでした。テーマが、この際だから田中先生に聞いてみたいことってですね、たくさんコメントいただいてありがとうございました。ちょっといくつかねご紹介していきたいと思います。カズさんね、いらっしゃいましたかね。カズさん、学長お疲れ様です。カズです。昨日たまたま会社の上司の上司から電話があり、宅建試験そろそろだなと電話があり、急に眠れなくなりました。田中学長は10個資格を取得されましたが、試験前に緊張しすぎて眠れなくなったことはございませんか？もしあれば教えていただきたいです、ということでですね、ありがとうございます。これね、緊張しますよ。非常に緊張しますよ。緊張しなくなることもね少ないです。ただ私も試験慣れしてるんで、緊張はしなくなってきます、だん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 。例えば私が宅建合格した時は、宅建合格した時に宅建と、その次に、11月にマンション管理士、12月に管理業務主任者って受けてったんですけど、最後の管理業務主任者の時はね、すごい緊張しなかった。もちろん勉強すごいしてるんですけど、めちゃくちゃ試験慣れするんで、試験会場に入った時にすごい自分だけ優位に立ってる感覚はある。もう自分もめっちゃ慣れてる、この本番の感覚に慣れてる。皆さんすごい緊張してますよ、でも私はあんまりそんなに緊張してませんよ、みたいな感じになりました。これだから私よく同時受験をお勧めしてるのはこれがあるんです。模試を何回も受けてもこれの状態にはならないと思います。本番と模試は全然違うんで、会場の雰囲気なんで、そういう意味ではいい意味でもう緊張慣れします。緊張慣れというかね、あんまり緊張しません。これまた試験の直前期に動画でやろうと思ってますけど、試験会場行くとね、周りめちゃくちゃみんな勉強できそうに見える病っていうのはね発病します。宅建合格ラジオ。キヨさんいらっしゃいますか。キヨさん、はい、おはようございます。写真から見てとても暑そうですね。熱中症にお気をつけください。熱中症ね、本当気をつけた方がいいですよ。聞いてみたいことは、宅建取ってよかったな、勉強頑張ってよかったなと思った時はあったかどうかです。今乳幼児を子育てしながら勉強しているんですが、勉強している内容的にきつくて、くじけそうです。なのでモチベーションを上げるためにぜひお話しいただけたら嬉しいです。これね、まあ宅建取ってよかったことっていうのは、まず、まあ一番言うと、まず重要事項説明できた時です。
これはもう間違いないです。私の場合は不動産業界に長年いた上で宅建士を取ってるので、ずっとその重要事項説明っていうところの仕事だけできなかったんですよ。自分よりも営業成績がすごい悪い宅建士に頼まなきゃいけない。それがねすごいだるいんですよ。それ頼むのが、この宅建士のスケジュールに合わせたりとかねしなきゃいけなかったりとか、もうすごいめんどくさいんです。そういうのしなくてよくなりますね。重接宅建士合格すると、これは非常に大きいです。でね、これすごく私言いたいことがあって、資格があると就職に有利とかそういう考え方、私はね本当に賛同しません。よく宅建持ってると就職しやすいとか、就職活動に有利とかね、そういう問題じゃないです。本当に資格っていうのは本当にと思います。資格っていうのは本当にただの武器なんで、その武器を持たせてもらえるだけなんです。試験に合格するっていうのは。あとはそれをどう使うかっていうのがすごい大事なんで、その武器を持ったからといって、直ちになんか就職すごいしやすくなるとか、いうふうな安易な捉え方はしない方がいい。そういう捉え方をすると、宅建持ってても意味ないとかっていうことを言い出す人が出てくる。そういうことじゃない。宅建持ってる方が就職しやすいとかっていうことよりも、ないと不動産業界では永久に半人前です。これはもう間違いない。例えばね、運転免許がないのにタクシー会社で働くのと同じぐらいの感覚で思った方がいい。宅建なしで不動産業界で働くっていうのは。それぐらいに思っといた方が私はいいと思う。何が言いたいかというと、持ってるといいということよりも、持ってないと困ると思った方がいいです。本当に。運転免許なのにどうやってタクシー会社で働くんだと思うかもしれませんけど、だから事務職ぐらいしかできないですよね。多分、運転できないから。そんな感じなんですよ。だから持ってなきゃダメだと思いますよ、本当に。という感じです、最終的には。不動産業界で働くんだったら、もう遅かれ早かれ取らなきゃいけなくなるんだから、早く取った方がいいっていうふうに思った方がいい。そういう感じです、宅建。宅建合格ラジオ。問題ちょっと一問出します。宅建の話もやりますので、ちゃんと。今からちょっと一問問題出します。はい、ちょっと頭の問題です。建設業者が農地に復元して返還する条件で、市街化調整区域内の農地を一時的に資材置き場として借りる場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要がある。これ農地法の問題ですよ。はい。丸か×かでお答えください。農地法の問題ですよ。一応念のために言います。丸か×かで、お答えください。大前さん、まさに会社で肩身の狭い営業を見ています。10年目の方、2年目に融雪お願いします。そうそう、そういうことになるんです、本当そういうことになるんです。私の場合は全国1位とか取ってる時に宅建なかった。だから そういう時の営業マンの心理としては、宅建なんかなくても大丈夫っていう心理になって、営業成績いい営業マンであればあるほど、ね、勉強してる時間がないっていうふうに思ってる人が多いん でしかもなくても成り立ってるので、なおさら取得するのは遅くなる。だから私が実際そうだったんで分かるんです。前澤さん、確かに資格は武器です。戦うための道具であると思います。ないと戦えないというか、負け戦というか、まあそういう感じですね。めぐみさん、武器を身につける過程で自分が成長しますよね。その通りです、その通りです。そういう風に思って資格に挑んだ方がいいですね。アンサーチェック、はい、丸 92% バツ 7%、 はい、答えは、はい、丸です。ちょっとね、今日は丸ってやつ持ってないんで、丸でございます。これ一時的な転用ですよね、これね。だから農地に復元して返還する条件で、市街化調整区域内の農地を一時的に資材置き場、この一時的に資材置き場をどう捉えるかって話なんですけど、一時的な転用な話ですね、これ。一時的な転用なんですけど、転用であることに変わりはないという話ですね。ですので、一時的に借り受ける場合であっても、転用目的での、権利認定に該当しますということでございます。よって、ご状況が必要ですということでございます。宅建合格ラジオ。サチさんいらっしゃいますかね。はい、サチさん、おはようございます。昨日まで大阪の実家に帰省しました。私も先生のおかげで合格できましたと言って、写真一緒に撮りたいです。ぜひ合格してください。今はそう言えるように頑張ります。今のところですね、私今までいろんな方で写真撮らせていただいたんですけど、皆さん全員合格してる方から声かけていただきます。そもそも合格しなかったら声なんかかけたくならないということなのかもしれませんが、今まで写真撮ってきた方は全員合格されてました。合格できましたっていう風な声のかけ方ですね、皆さん。あとは、セミナーとかそういうので声かけてくださる方は、まあ、これから合格しますみたいな方がいらっしゃいましたけど、そういう集まりじゃなくて、単に本当街中とかそういうところで声かけられるのは、全部合格した人です。先生に質問で、先生はきっとすごい努力家なんだろうなと思うんですが、やっぱりくじけることなんてあるんですか？くじけ切ってしまうことなんてあるのかな？ということなんですけど、ありがとうございます。ですね、私ね、昔はね、アルバイトや契約社員何十個も経験します。ものすごい数やってます。ただやったやつを簡単に言うと、例えばラーメン屋とか、たい焼き屋とか、あとレンタカーですね。レンタカーショップもありましたね。レンタカーやりましたし、あと人材派遣会社もやりましたし、自動販売機のルート補充ですね。自販機をトラック運転して補充するのもやりましたし、
まあ、とにかくたくさんやってすぐ辞めるっていうのを繰り返しましたよ。本当1ヶ月も経たずに辞めるとかね、いっぱいありましたよ、本当に。これはね、自分でちょっとやってみて、あ、これ無理だなと思ったらすぐ辞めるっていうのを死ぬほど繰り返しました。あの10代後半から20代前半の頃ですね。あの本当死ぬほど、ここに書いてあるやつだけじゃなくて、もっとあります。あの自分の履歴書正しく書けないぐらいあります。それぐらいやってたんですよ。やってたこと長続きしなかったんですよ、本当に。ただですね、そういうことをやってるとですね、最終的にどうなるかというと、もう追い詰められて辞めたくても辞められない状況に金銭的に追い込まれるわけです。その時は、ね、ちょうどね、人材派遣会社に就職した時だったんですけど、人材派遣会社の派遣コーディネーターっていうのをね、やってる時だったんですけど、その時にもう辞められたくても辞められない状態に陥ってて、でこの時に人材派遣会社から出向で行ったのが不動産会社なんですね。で、もう辞められないので、辞めたいんですけども、もうこんな会社おかしいだろ、辞めたいぐらいな感じの時にもなんとか続けたんです。すぐ辞めてばっかりだった私が追い詰められたことで辞められなくなり、そこで必死になったことで、ここなんですね、辞めない大切さを身をもって痛感した。これなんですよね。私はよく動画で、過去動画なんか見ていただけると分かるんですけど、あの就職して3ヶ月はなんとか続けてほしいっていうのはすごい言うんですけど、これはね、これなんですよ、まさに。なんで3ヶ月あの続けた方がいいかっていうと、3ヶ月以上やらないと、その会社の本質が分かる前に辞めることになるから、本当に。これはね、本当にそう思いました。私、3ヶ月未満で辞めた、これ全部3ヶ月未満で辞めてるやついっぱいあるんですよ、これ。いや、この会社おかしいとか、あのこの上司おかしいとか、こんなおかしいっていうふうに、すごい思って、3ヶ月以内にどんどん辞めてってる。で、もっと言うと、その不動産会社に出向した時も、いや、これおかしいだろ、もう辞めたいって思ったんですよ、本当に。思ったんですけど、辞めるに辞められなくて、仕方なくやったら、3ヶ月経つと見える景色が全然変わるんです。自分は本質を知る前に表面だけを見てすぐ逃げていただけだってことに気がついた。これ4ヶ月ぐらいやった時にほんとそう思いました。この上司おかしいなっていう思った上司の言ってることとかやってることの意味とかそういったのがだんだん分かってくる。まあ、あとは周りも、あ、この人辞めない、すぐ辞めたりしないんだなっていうふうに思われるんですよ、3ヶ月ぐらい経つと。そうするといろいろ教えてくれるようになったりとか、周りが多少態度変わってくるんですよ、周りの態度。こっちが3ヶ月経っても辞めない。逆に言うと3ヶ月経つまでっていうのは、周りはね、すごい様子見てるんですよ、その人。これ多分今普通に仕事してる人だったら多分分かると思うんですよ、この感覚。入ってきたばっかりの人は、この人続く人なのかな、続かない人なのかなっていうのは、実は様子見てる。特に不動産業界その傾向があります。離職率は高いので、なので、で教えるのも大変なんで、どうせ辞めちゃう人に教えたくないんです。だからすごい様子見ます。だからこの3ヶ月はね、本当耐えた方がいいです、絶対に。特に不動産業界であればなおさら。これ他の業界でもある程度そうだと思います。ゆうたさん、レンタカーやったな、自動販売機ルート補充やったなってことなんですが、私もね、両方とも車の運転絡んでるじゃないですか。こういうのをすぐやめてたような人間が、不動産やってね、一番車の運転大変なんですよ。住宅街入っていくし、狭い道入っていくし、なおかつそこにお客さん乗っけていくんですよ。だから一番運転大変なんです。それでもなんとか続けてやりましたからね。それでやっぱり見える景色が変わってくるんですよ、3ヶ月で経つと。クーママさん、確かに支店の若い子1日で来なくなったりします。そう、1日で辞めちゃう人いますよ、本当に。こんな忙しいのって なるんですよ、実際。1日で飛ぶ人いますよ、全然います。1日とか2日とか。だから、甘いですっていうかね、だからそういう人をなんとか減らしたいんですよ。だからそれはね、その人のためになってないから。例えば3ヶ月とか4ヶ月やった上でも辞めたいんだったら辞めてもいいと思います。ある程度本質が見えた上でも、それでも合わないっていうんだったらいいんですけど、3ヶ月経たないと、ね、本質が見えてないから、その人の成長につながらないんですよね。だから私も最初からね、全然辞めないとかくじけないとかそういうんじゃなかったです。ただ辞めないという大切さに気づかされたから、こういう風になってるだけです。パワープレイ宅建合格ラジオ。アイルさん、はい、ありがとうございます。どういう質問、聞きたいことはたくさんあって、本当はご家族のこととかも聞きたいところですが、今回は学習は数々の資格を取得しようと思われたきっかけをお聞きしたいです。これですね、数々の資格を取得しようと思ったというよりも、宅建とか行政書士の勉強してるときにね、勉強するということが習慣になったんですよ。習慣がついたのでやめるのがもったいなかったっていうのが真実です、これ。あの勉強する習慣がついたっていうのが、これね、すごく重要で、明確に勉強する習慣がついたって感じた瞬間があるんですよ。これ、あの動画でも私一回言ったことあるんですけど、勉強する習慣がついて、まあ、皆さん勉強する習慣がついたって感じてる人います？勉強してて。そうですね、勉強する習慣がついたって感じたのは、例えばどんなになんか外、今例えば今夏休み中の人なんかは遊びに行ったりとかすると思うんですよ。例えばディズニーランドとか、1日遊んで帰ってきて、夜も寝る、もう10時ぐらいに家帰ってきたりして、それだったら寝ると思うんですけど、疲れて。
そこから普通にあの太陽系表の今日やる分の分野別過去問題集のページを普通に淡々と始めて淡々と終わらせた時です。それを言うことがあったんですよ、実際受験勉強してる時に。今日やりたくねえなとか思うじゃないですか。思わないんですよ。なんか普通に淡々と始めて淡々と終わるみたいな。ああ、もうなんか何にもそれは苦になってないです。あの嫌だなとかそういう感情が湧かないんです。もう生活の一部になってるから無なんですよ。なんか家帰ってきてあのお風呂入るのと同じぐらいなんです。嫌だって思わないんですよ。その時、あ、これ勉強は習慣になってるって気がつきました。多分まだ今皆さん例えばレジャーに遊びに行って帰ってきて勉強するときにやりたくねえなとか今日はもうちょっと休みたいなとかって思ってるうちは習慣になってないです。習慣がついたんで、この習慣はすごい自分にとってのスキルというかアビリティだなと思ったんで、これ多分あの受験勉強をやめたら多分この習慣はなくなるなと思ったんで、やれるだけこれを使おって、取れるだけ取ろうと思って、取れるだけ取るというか、やできるだけ勉強してスキルつけようと思ってやってたら、資格が今結果10個になってるっていうだけです。決して資格マニアじゃないです、本当に。誤解されやすいんですけど、ね、勉強が習慣としてついたんで、通電試験を受けたという感じですね、実際は。毎日の勉強が本当当たり前になると、もうそれは習慣と言える。めんどくさいとか嫌だなとか思わない。これすごい強いですよ、本当に。そうなったら、そうなってるうちに、勉強したいことを全部勉強しちゃった方がいい。山肌ジョニー・デップさん、なんだかんだ結果的に仕事で生きる形になった感じですね、これまでの仕事は。なんだかんだ生きる形になったっていうかね、まあ、生かせれると思って、まあ、取ったやつは、まあ、全部不動産関係のやつなんですけどね。でね、取りながら思ったのは、もうね、まあ、最終的にはですけど、名刺にね、あれだけたくさん書いてあると、まあ、今、10個ですけどね、資格の数が多いと、名刺交換をするじゃないですか。名刺交換をしたときに、相手が名刺を見ると、一回ね、止まるんですよ、必ず。何持ってんのか全部見るから。でそこから、半笑いで、え、これなんすかってなるんですよ。そこから話が、ね、膨らむんです、本当に。これは単にお客さんだけじゃなくて、他社の人とか、同業他社の人とかと名刺交換をするときに、今みたいに私は YouTube である程度認知度が上がる前なんかは、名刺交換のしたときに話がものすごく膨らみます。プラスになることはあっても、マイナスになることはない。非常に有効です。